はい、今回ですね、ドライノーズ用のスプレーのちょっと比較というかね、3つ使ってみた使用感の違いみたいなのをね、レビューしていきたいと思います。はい。今撮影しているのはですね、2016年の2月の16日なんですが、2月の頭ぐらいからですね、花粉が飛び始めたり、それからしてますよね。あと、もっと早い時期だと、年末ぐらいからかな。あともう乾燥し始めたりとか、あとこう鼻のね、粘膜がちょっとカピカピになっちゃったりとかする方が多いと思います。私はですね、一応花粉症とハウスダストがありまして、あとこう年末とか乾燥し始めると、こう鼻の中がこうちょっとね、カサカサし始めて、ドライノーズってそれを言うらしいんですけども、そういう症状が出てきてしまうので、それを緩和するために、ちょっとこういうスプレーをね、いろいろ使ってみてるんですけども、まずどれからいこうかな。これ。はい。ちょっと光っちゃって見えないかな。ちょっと見えないかな。これ見えるか。これはですね、鼻しっとりジェルってやつですね。はい、鼻の保湿ジェル。ジェル状の液体が出るやつですね。で、パッケージがですね、鼻しっとりジェルで、こういう感じですね。はい。で、これはですね、まず1個ずつ使用感ちょっと言ってみましょうか。すごいメンストールはきついですね。なので、これ一回使ったっきりですね、ものすっごい鼻が痛くなって、後頭部が痛くなるような、こうツーンとくるようなやつで、目の裏っ側にこう来るみたいな。なんで、強烈でしたね、これは。ただ、ジェル状なんで、停滞してくれるんで、その停滞の頻度っていうかね、あれは、これが一番いいんですけど、いかんせんこのメントールが強すぎる。メントールがすごい、大丈夫な人とかはこれでいいと思うんですけど、ちょっと痛かったですね、私はね。そして次はこれいきましょうか。これは佐藤のナザールって有名なやつですね。それの潤い洗浄ジェルっていう感じなんですけど、これもちょっとメントールがあって、ちょっと私もスースー一瞬通るんですけど、その後詰まっちゃうんですよね、メントールが強いと。なので、私はこれもちょっと数度使った感じでは、ちょっと私には合わなかったですかね。はい。で、そうです。まあ、じゃあちょっととりあえずこれ行きましょうか。あと、これは、日本臓器製薬というところが出しているドライノーズスプレーですね。これは霧状のやつが、シコシコやるやつで、霧状のやつが出てくる。で、これはティッシュがないとすぐ垂れてきちゃうんですけど、これはメントールの、やつがないので、今私が使っているのは、これになります。はい。これが一番おすすめ、万人におすすめですかね。で、最初のこの鼻しっとりジェル、これジェル状のやつが、一応 Amazon さんで673円。んで、こっちの、ナザールが、658円。はい。で、このドライノーズのやつ見るかな。ちょっと見てみましょうか。これが620円ですね。だいたい600円台ですかね。うん。はい。で、やっぱりこれ、私は一番いいんですが、ちょっと一個ずつ見ていきましょうか。うん。で、一応これ こっちはですね、10ml。これですね。鼻潤いジェルでしたっけ。はいはい。鼻しっとりジェル。で、これはですね、精製水。ね、成分です。成分が。スペアミント、エルメントール、ジェル母剤ですね。で、発売、作ってると製造販売元が東京 美化学研究所、花の科学って書いてあるんですね。で、あと発売者が株式会社 TBK っていうのですかね。うん。はい。で、ナザールはですね、佐藤製薬なんですけど、精製水、塩化ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸、ポリソルベート80、よくわかんないですね、ベンザルコニウム、塩化物、パラペン、ユーカリ油、発火油とか、ユーカリ油、発火油ですね。パラペンっていうのは多分保存料だと思うんで、あんまりこれはあれどうかな。佐藤製薬が作ってるんですね。で、こっち、はい、ドライノーズスプレーは、塩化ナトリウム、塩化、ベンザルコニウム、
保存剤って、カッコして保存剤って書いてあるんですね。精製水。この3つだけですね。なので、これが一番成分が少ないですかね。うん、砂糖がいろいろ、一番いろいろ入ってるんですね。で、使用期限は、これは書いてありますね。2018年まで使えますね。あと2年ぐらい使えますけど、まあ、なくなっちゃうでしょうね。ちょっと開けてみましょうか。こういう感じですね。こう、霧の噴霧が、ちょっと見づらいかな。こういう感じですね。はい。で、こっちはこう、鼻の中に入れて、こう、シュッシュッシュッと押すタイプですね、これね。で、これもそうですね。もうシュッシュッシュッ、これジェルのやつがドゥルッと出てくるので、これは本当に痛いですよ、これは。面白い。試しに使ってみるといいですけどね。まあ、この時期とかね、ここから春先に向けてね、鼻が乾燥したり、花粉症の方はアレルギー用のスプレーが売ってるんですけど、ドライノーズの方はね、ぜひこういうのを使ってみると、本当に楽になりますね。はい。概要欄の方に商品リンク入れておきますので、ご興味がある方はぜひご覧になってください。はい。今回は、ドライノーズ用の鼻スプレーの比較レビューでした。はい。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。バイバイ。